どうもこんばんは。うなずき女子化プロジェクトうなじょこと津田奈衣子です。富山のタレント佐田ありさです。新コーナーマダムのお時間へ皆さんようこそ。ようこそ。何これ。金子さんがいないです。そして何ですかこの入り方は。新コーナーです。ついに2人で始めました。マダムの時間。今回ですね、金子さんに言われて私たち出会いの場にふさわしい格好で来てくださいということでドレッシーな感じでやってまいりました。出会いの場って言ったらさ、よく見せたいと思ってさ、普段いつもうなじょパーカーとか着てるけどさ、さすがに出会いの場でうなじょパーカーはやばいですね。佐田さんって、はい、今までの彼氏ってどういうところで出会われたんですか？結構クラスメートとかでしたね。部活が一緒とか。あ、いい、うん、私もね、一人おった。高校の時の部活の一個上の先輩。何、合唱部？違う。剣道部のマネージャーしとったんです。おー、確かにそういう風に同じサークルとか、うん、クラスメートとか、うん、同僚とかそういう感じかもしれないですね、うん、共通する何かがあってっていうことも確かに多かったもん。じゃなくて、なかなか、リーダー、今日なんか出会いの場にふさわしい格好って言われて、私らこんなおかしい格好をしたんですけども、ちょっと色使い荒いんじゃないですか。色彩的に、色彩の暴力。キャンプ帰りだから。キャンプ帰り。リーダー、何何何なのに出会いにふさわしい場に行く格好なの？パーカー、フードついてる。何のインフードだったの？めっちゃフードつけるやん。すごい着込んでくる。違う。遅れてる。遅れてる。最近の出会いの場のトレンドは趣味。みんな出会いの場って言ったら、うん、一食パーティーみたいな、まあ、想像してこんな綺麗な格好してきたんでしょ。そうですよ。可愛いけども、最近の出会いの場のトレンドは趣味だから、アウトドアが趣味だったりとか釣りとかさ、うん、共通の趣味で出会うみたいなのがトレンドなのね。だからそういう出会いの場のイベントもデイキャンプしてみたりとか、一緒に物を作ってみたりとかっていうのが主流なのよ。ね、だから遅れてる。出会いの場イコール立食パーティーの遅れてる。立食パーティーでね、趣味は何をみたいなあるじゃないですか。私年に数回旅行とか行くのがすごい好きで。そしたらじゃあお付き合いされた方ともよく、はい、そうですね。待って待って、女性対女性なんだ。立食パーティーで出会ってる二人のコントが始まったと思ったら津田と佐田の会話だった。マダムのコーナー。マダムの会でした。え、さっきさ、どういう出会いだったかっていうの聞いてたけど、うん、こっそり今こうやってさ、大人になってから出会うってすごい時間かかんない？その相手のことを知って共通の趣味を見つけてってまで行くのってすごい時間かかんない？わかる。わかる。アラサーになってさ、ゼロからスタートする時間かけたくないよね。そう、時間まずない。最初から同じ趣味の人と出会えたら仲良くなるスピードってすごい速いと思う。近道ですね。そうそうそう。ということで今回皆さんにご紹介したいものがございます。見て、富山ミーツと富山デートっていうサイトを富山県が立ち上げたの。2人の趣味を特別な時間にっていうのが富山デート。いわゆるカップル向けなの。カップル向け？そう、お付き合いしてる人が参加するイベント。他の彼氏見つけろとかじゃないの。長く付き合ってるとさ、どこ行こう、何しよう、マンネリ化しない？する。やっぱり新しいこと2人でしようよってなった時に、見てこのさ、雪の上でチーズフォンデュ体験ができて。やばっ。すごい。普段味わえないような体験か、うん、カップルでできたり。カップルのためのサイトもあって、もう一つは富山ミーツ。これはもうシングルの方、出会いが欲しい方ぜひ見てほしいんだけど、素敵じゃない？おお、なんかすごい豪華ですね。そうそうそう。私たちが想像してた立食パーティー的なものもあれば、うん、学びながらとか、知りながら、街歩きしながらっていう出会いの場のイベントもあったり。面白い。ほら、これだって宝探しイベント、面白そうじゃない？シャイな人でもいいのよ、うん、さっき言ってた私たちが想像してた立食パーティーってさ、うん、シャイな人、口下手な人さ、不利というか、そうか、そうじゃん。私とか喋りすぎるからも逆に不利。あ、そうだね、そうだね、そうだね。うるさいよみたいな、うん、一緒に過ごすことによって生まれる絆みたいなのも絶対あると思うから。めっちゃいいですね。もうすでに話す内容があるから、そうそうそう、探ってなんかもう質問大会みたいにならなくて済むんだ。ね、そう、何かを一つね、こうやり遂げた後の達成感みたいなのもね、うん、一緒に味わえる。そう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 。っていうのはあるので、シングルの方は富山ミーツっていうサイトを見てほしいですし、マンネリ化してるカップルには特にかな、うん、富山デートっていうサイトをぜひ見てください。私もそれ早速いいですか？富山ミーツ、ミーツ見てもいいですか？見てみ、いっちゃう？行きますよ。津田奈衣子婚活始めます。だって今出てる中でもすごいいっぱいありません？うん、こういう出会いの場っていろいろあるかもしれないけど、うん、安心しますよね、県のサイトだと。そう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 、そうなの。確かに変な勧誘とか、そう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 、そういうのは本当に嫌だから、うんうんうん、純粋にやっぱ出会いを求めたい人は安全っていうか、ちゃんとする、うん、圧倒的安心感入ったかな、うん、入ったかな、
逆に出会いが欲しいけど、うん、どうしたらいいか分かんないっていう方、時間をかけてられないんだっていうね、うん、方もいらっしゃると思うので、うん、ぜひ富山ミーツ、そしてカップルの方は富山デートのサイトを見てください。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではごきげんよう。ごきげんよう。